おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今回は何をやっていくかと言いますと、フランス代表でね、インターナショナルカップマスターの方に挑戦していこうと思います。いや今ですね、まあツアーイベントが来ていて、そこでねフランス代表全員まあ集まって新しいフォーメーションコンボを使えるようにもなってはいるんですが、まだねそちらの選手たちは今これご覧の通りですね、育ちきっていないので、もともとね私が持っている選手たちだけで行こうかなと考えております。うん、やっぱね両翼のなんていうのアタッカーが本当にちょっと手に入らないので、はい、今頑張ってねレベル上げしている最中でございます。うん、新しいフォーメーションコンボね結構使ってみてはいるんですけど、やっぱりその私マルチディフェンスがねディニューしかいないということで、なかなかちょっと強さが分かりづらい。まあそのうちですね、フィニッシャーね、右のフィニッシャーと同じようにおそらくまだマルチディフェンスもね来ると思いますので、それまたちょっとお預けですね。ってことで早速やっていきましょう。さあインターナショナルカップマスターなんですが、とりあえずですね、イタリア終わりまして、スペイン終わりまして、で、あとはドイツ、ポルトガル、イングランド、フランス、オランダ、ベルギーなんですが、フランスはですね、すでに1回挑戦しています。残り招集可能選、現在の招集可能選手が5名ということで、結構少ないですね。手に入るのは、ダイナモの中央突破のモカレレと、いいね。いいね、いいね。ダイナモ。レジスタじゃなくてダイナモか。スタミナえげつないね。スタミナえげつねえな。え、これスタミナどうなるんだ。やばいね。スタミナ最終的に3800ぐらいまで伸びる。まあそんな正直ね、めちゃくちゃ強いかと聞かれればそうでもないんですが、まあ一人いて困らないよねっていうか、インターナショナルカップの選手はね、無課金としてはちょっと集めていかなきゃならないということで、今回はフランス代表でいきましょう。デギャン監督ね、使ってもいいんですが、これを使うと悲惨なことになるんですよね。こんな感じ。めちゃくちゃ弱いね。ってことでですね、デギャン監督はなしで。個人的にはサイド突破のフォーメーションをできれば使いたいので、レイヤルド監督とかね、おすすめしております。というのもですね、コマンさえいればですね、カンテ・ポグバは比較的ね、どうにかな、ここのセントラルミッドフィルダーは比較的どうにかなりやすいかなというのと、あとまあガメイロもね、ここちょっとハードル高いんですが、トリックスターね、ヒローツオランやね、フォーメーションコンボすごい優秀なんですよ。シュート、パス、タックルが上がるということで、フォーバックに2アンカー、かなり守備的なフォーメーションの形から2トップでシュート、パスが上がるとね、オフェンスが2つ上がるって時点で結構本当にフォーメーションとして優秀なんですよね。なんでかなりおすすめなフォーメーションコンボでございます。あとね、個人的におすすめなのは、どこだっけ、対極戦士かな、対極戦士、これも結構おすすめですね。433の B なんですけども、こんな感じ。まあ、前線がかなり自由になるのと、ここね、一枠、自分の持ってる選手じゃなくて、デフォルトの選手でいけるっていうのがかなりおすすめで、で、あとはですね、このフォーメーションコンボがまた優秀。シュート、トラップ、パスカットと、いいですよね。433の B っていうかなりその、バランスのいいフォーメーションコンボ、有名なね、強いやつ結構これ多いんですけど、それからのねシュートそしてディフェンス両方上がるっていうかなりいいフォーメーションコンボかなと思います。私個人的にはね、いろいろあるんですが、これも結構いいですしね。ただ私は、イヤールド監督をさせていただきます。さあってことでね、デギャン監督とかを使ったら全員フランス代表なんでかなりね倍率としては高くなるんですが、それでもね育ちきってないのに使ってもっていうことで、今回はこちらで行かせていただきましょう。結構優秀なんでね、みんな特にフランスは、今回優勝できなくても次ぐらいでは優勝できるのかなと思います。さあオランダ、ロシア、アイルランドかな。まずはオランダですね。オランダはサイドアタックです。メンフィス・デファイと、レオルフィジョ・バイナルズム、スティーブン・ベルフワイン、バーベル・フレンキー・デヨング、デローンって誰だ、ブリント、ヴィルセル・ファンダイク、マダイ・デリフト、ダンブリーズに、シュレステンと。シュレステンいいですよね、スイーパー、ゴールキーパー。さあやっていきましょうか。全員サイドアタックだね。はい、ってことで疲労とラインでサイド同士の戦いですね。フォーメーションコンボ自体はですね、結構あれなんですよね、
あのフランスサイドで来るので、まあ、あのサイドでインターナショナルカップマスターは行った方がいいみたいなところがあるので、自分がフランス使うんだったらそんな気にしなくてもいいかなと正直思うんですけど、まあそれでもですね、まあまあまああんまりその明確なサイドの弱点をついてくるチームがないので、まあ、ありっちゃありかなと。あとは中央突破とかかな。ポゼ、カウンターも確か少なかった気がするんでね。さあってことで、お次ロシアですね。ガメールを決めていく。まああの特にね、インターナショナルカップマスターはもちろんインターナショナルカップもそうなんですけど、できるだけですね、あの星4の選手とかでね、星5にいないプレスタ持ちの選手は取っておいた方がいいですね。ガメイロとかもそうなんですけど、あのガメイロトリックスターなんですよね、センターフォワードの。で、センターフォワードのトリックスターってなかなかやっぱりレアで、まあ、手に入れようと思ってすぐ手に入る選手じゃないんですよね、プレースタイルとか特に。やっぱインターナショナルカップやっていく中で、その場所のプレースタイルが1個持ってるっていうだけで、かなりそのフォーメーションコンボの選択肢が広がりますので、個人的にはね、全然もう売らずにね、ガチャで、まあ、かなり課金してる方とかは星子がすごい充実しているのでね、もう、いや、俺はもう貫突の星子ばっか連れてくからいいよみたいな方もいるかもしれないんですが、無課金の方なんかはね、すぐに売っちゃうんじゃなくて、インターナショナルカップで使うフォーメーションのね、プレスタかどうかっていうのを見てから判断するのも一ついいのかなと思います。さあ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 、これで7対1。やっぱ強いね、フランス。うん。さあ次は、オランダですね、再び。いやー、レベルが上がってからだと6人まで呼べたので、6人呼びたかったところではあります。さあ、ケビン・ガメイロ。どうしよっかな。ちょっとしっかりポジションエディットしていきましょうか。せっかくだしね。で、このフォーメーションコンボは、ラインがね、最終ラインが4人いて、アンカーが2人なんで、比較的ちょっと高い位置取っちゃっても大丈夫かなと、個人的には思います。で、全体的に前に詰めさせてですね、ベンアルファがめちゃくちゃ調子悪い。コランって誰？キングキリングスコラン、キングスレイコマンじゃないのこれ？ありかこれ？いいのかこれで、いいのかこれで差がつく。まあ結構たまにいますよね、お前誰みたいな、お前これじゃねみたいな。まあ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 、置いておきましょう。さあってことで、オランダ対フランスやっていきましょう。ここ一戦しっかり勝っていきたいですね。まあ、ここ負けてその後運悪く負けるとワンチャン出れないので、さあさあさあ、いや強いね、デパイ。オッケー、決めていく。オッケー、逆転していく。ワイナルドム、おー、最後の最後でワイナルドム。いや、まあ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 、ワイナルドム、ワイナルドムにハットトリックって、ワイナルドムハットトリック、お前らもうちょっと頑張ってくれ。さあ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 、ちょっと負けちゃったんですが、残り2試合ね、しっかり勝っていきましょう。ロシアとアイルランドですね。やっぱりね、インターナショナルカップマスターやっていく上でフォーメーションコンボ、結構大切になってくるんですが、先ほども言った通りね、シュートが上がるフォーメーションコンボばっかり選んでいけば、どうにかなるんじゃないかなと思います。4バックでシュートが上がるフォーメーションコンボですね。やっぱね、強いチーム同士の戦いになった時になかなか欲しい1点が入らないんですよね。っていうのを考えたら、その1点をね、取りに行けるシュートっていうのは本当に大切かなと思います。さあ、これでアイルランドを倒して無事にね、本戦に出場と。またね、ちょっと本戦の方をお蔵入りしないようにね、ちょっといい結果になるようにまたやっていきたいと思いますのでね、ぜひぜひそちらも見ていただけたらなと思います。今やってるね、まあ、ツアイベントか、ツアイベントで、おー、負けていく。大丈夫これ順位大丈夫かな、多分大丈夫だよね。うん、よかったよかった。危ねえ、マジで。今やってるツアイベントでね、よかったよかった。フランスも結構フランスの後ね、選手ががっつり揃うので、ぜひぜひね、それ集まってからやってもいいんですけど、めんどくさいよとかね、集めたところでもっといいフォーメーションないのみたいな人は、今の私のフォーメーションおすすめです。ただですね、今回やっぱり配られた選手というよりも監督ですね、デギャン監督、フランスのね、選手の全体的な能力値にバフを上げれますので、インターナショナルカップはね、絶対全員フランス人ということで、最終的にね、パス、タックル、マーク、パワーがそれぞれ 102% ずつと、まあ過去最高の上昇率ですよね。今まで星3でね、 102% とかまではあったんですけど、まあ、今回は星4でパス、タックル、マーク、パワーと、
でタックルマークでパス、まあシュートが上がらない中ではあるんですが、かなりバランスよく上がってくれるのでね、使えるのであればデキャン監督使った方が、圧倒的に強いのかなと個人的に思います。ってことで、とりあえず今回はね、ヒローツオランエで挑戦していきたいと思いますので、ぜひぜひね、本戦の方も見ていただければと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになっております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。